タリアンの世界でこのままやっていこうと思われて、今度イタリアへ修行に行かれますよね、はい、その時に修行先っていうのは石川さんご自身で探されたんですか、それとも紹介をしてもらったんですか。ほとんど紹介ってないんですけど、はい、まあ、当時でも行ってる、イタリアに行ってるっていう人は大体ピエモンテとかトスカーナとか、まあ、そのミラノとかね、そのもうローマより上の方 だったんですよ行ってる人っていうのは。でそこから南南部に行く人はほぼいなくて、だ要はボーランド時代はナポリ以南は行かない方がいいですか、危ないからと言われて、渡航制限がまだかかっていた時代、制限までかかってないかもしれないですけど、はい、要は盗みとか危ない、危ないから行かない方がいいよって言われるぐらいの時代だったんで、でもそんな中で、まあ、僕はシチリア行ったんですけど、ね、はい、そのシチリアにはなぜ行ったんですか。まあ平瀬さんからも誰も行ってないよ、どうせね行くんだったら人がやることじゃなくて、まあ、行かないところを行った方がいいよみたいなところを言われたりとか、はい、まあどうしようかなって言ってる時に、でまあその泥臭い感じ、トラトリアをやってたんだね、はい、トラトリアラパタタってトラトリアだったんで当時で、トラトリアも リストランテもオーステリアもわからない時代に、まあ、トラットリアで働いてたんですけど、で平さんの料理っていうのは泥臭い中にもすごい繊細な料理だったんですよ、まあ、そこに、まあ、惚れ込んでっていう、まあ、それで、まあ、まあ平さんもちょっと行ったことがあったので、はい、それでまあそれを聞いて、じゃあそうしようっていう、誰も行かないね、未開の地に行ってみようということで、僕はパレルモ、シチリアのパレルモに行ったんですよ、はい、なるほど。今もあのピンクがなんかピンクと黒目立つサッカーチームがあるあのパレルモ、そうそう、ローザネーラ、はい、ピンクと黒っていうチームから、ね、はい、でそこで働かれてたお店がチャールストン、ね、そう、チャールストンですね。その時に、紹介状じゃないですけど、そのキッチンを見させてくれっていう、うん、お手紙1枚だけちょっと持って、はい、当時その、はい、辞書を書いてる日本の岩辞書の翻訳されてた方がいて、はいはい、その方に、そうですね、語学とかどうされたのかなと思っておりました。もう全然チャオとか、はい、チャオとボンジョロぐらいしか知らない、うん、まあ、それでお店でもちょっとねイタリア語使ってたんですけど、当時もでも間違えた言葉使ってたりとかっていうのもいっぱいあったし、まあでも思い切って行っちゃいましたね。僕が行った時はもう当時84年ぐらいなんで、はい、84年の終わりかな、37年前に、もうまだマフィアの抗争が大激化しているぐらいの時で、毎日も人が殺されてると、まあ、深夜に歩いてる人はほぼほぼいないっていうような、あ、地元の人でももう外は歩けない、うん、でも僕はその仕事終わって、はい、まあ歩いて25分ぐらいのところを歩いて、もう誰もいない暗い道を歩いて、うん、家に帰ってましたけど、なるほど、ほぼほぼ誰もいない、野良犬ぐらいしか歩いてない、野良犬ぐらい、車もそんなに走ってるわけじゃない。ただそのチャールストンで働きながらパレルモで過ごす日々っていうのはやはりすごく特別な毎日だったんでしょうか。もう特別ですよね。僕は初めての海外、初めての海外がイタリアだったんで、で、まあその市内と海のそばに両方あるお店だったんですね、はい、まあ、パレルモでまあ有名なお店だったんで、まあ、そこにしばらく、まあ、3日ぐらい見させてもらって、その時にちょっと今働かせてもらえないかって、うん、でまあ辞書調べながら言ったんですけど、そしたらもう、まあ、ただ働きですよね、とりあえず、うん、飯だけ食えればいいかなって思ってたぐらいなんで、はい、まあ、それでご飯、とりあえず働くとご飯僕ら食べられるじゃないですか、うん、コックさんっていうの、うん、それで
仕事させてもらえるようになって、はい、毎日もう何が楽しいまかない楽しみでしたよね。いやそうですね、お金がないからこう休みの日に外食なんかないし、そうですよね、あの内臓煮込んでるやつなんかよく売ってね、パンに挟んで食べるような、はい、なるほど。そういった中でその後こうチャールストンの他にこうボローニャとかフィレンツェでも働かれますよね。そうですね、はい、であのまあしばらくパレルモにいて、はい、で海そばでもずっと働いてたんで、うん、まあいろいろ見たいところも気持ちもあったんでね、うん、でまあ下か南からちょっと北上していこうと思って、うん、でナポリに船で行って、まあ、ナポリ探しがナポリで一軒もちょっと見つからず、そのまま北上して、まあ、フィレンツェに、まあ、あの平田さんのちょっと昔いたお店のシェフが知り合いっていうか、まあ、何度か一回ぐらい顔を合わせたことあったんで、そこに行ってまた働かせてもらうようにお願いして、でフィレンツェまで行ってしばらく働いてました。こうそういったところでいろいろ働きながら今現在はこうシチリア料理というのをやられているということは、はい、やはりその最初に行かれたこのパレルモの、そうですね、はい、最初に行ったっていうのがあるし、ずっと いたんですけど、全然あの日本食が恋しいとか思わなかったんです、うん、はい、でもあのラーメン食べたいなとか味噌汁飲みたいな、うん、それ全くなくて、うん、毎日そのシチリア料理食べても全然飽きなかったんです。多分その毎日食べれるっていうのはすごくいいんだなって思って、はい、うん、他の料理だと毎日食べれないところもあるじゃないですか。ちょっと旅行に出かけたらもう帰ってきたらすぐにお味噌汁飲みたいとか、うん、お寿司食べたいみたいな、そういうふうになるようなイメージですけれども、うん、まあ、そんな余裕も一切なかったっていうのはあるんだけどでもその毎日食べられるっていうのはそのシチリア料理のこう特徴としてなんかどういったところが、まあ、あの魚介、まあもちろん島国なんで魚介多いっていうのと、野菜も海だけかっていうと、まあちゃんと山もあって山のものも食べれるし、でまあ素材が美味しいっていうのと、まあトマトやっぱふんだんに使いますけど、まあ、それはまた全然食べれたっていうかね、毎日トマトでも飽きないぐらいだったん で、はい、で要はナス食べたりカジキマグロ食べたりとか、うん、そのごくごく普通のシチリアで、まあ、取れる、まあ、特産物がいっぱいあるんですけど、うん、まあ日本に若干近いような感覚をやっぱ思ったんでね。特にこう育って垂れたこう岩手県のなんかイメージすごく近いのかななんて今思いました。まあ、そんな感じですよ、まあ、本当に魚介は新鮮だし、うん、でもねマグロとかもあったり、うん、マグロが普通に、はい、でも生じゃ食べなかったですけどね向こうの人。なるほど、うん、そういうのもあって全然苦じゃなかった。あ、そうなんですね。だからそれでまあハマっちゃったようなところもありますよね。これでこう3年間の修行をされて日本に帰ってこられると思うんですけども、はい、こうもうそのまま向こうにもっといようかなとかそういうのはなかったんですか？もっといたかったんですけど、はい、お金がなかったです、まあ、あのお金もらって働いたというのはもう、そう3ヶ月した時にパレルモで3万円ぐらいもらいました。はい、で5ヶ月した時も5万円もらいました、うん、当時のこうそれは月給ってことですか？月給です。あ、当時 そのイタリアの人たちの月給がまあそれくらいとか。イタリアの人たちはもっともらってましたね。ああ、なるほどなるほど。でまあ部屋代があったりとか、うん、まあ、休みの日の食事代とか、うん、まあ、そういうのは別にねいろんな旅行もしたわけじゃないけど、まあ、ただただお金がなくなってそこをついて、はい、まあ、これ以上なんかいられないなって。なるほど。それで日本に。お金があったらもうちょっといたかったんですよね。お給料もちゃんともらえて、はい、いや僕らの時代はやっぱりお金はちゃんともらえるっていうのはあんまりなくて、
でも後半は結局15万ぐらいもらったんですか、ね、あそうなんですね。まだリラの時代ですけど、はい、でもそうなるとじゃあちょっと休日とかも少し外食とかでなんか気になるお店とかも行けたりして。そんな余裕ないですね。あそうですか。もう当時だってあの僕が住んでた時もフィレンツェで8万、家賃が8万いくらのやつを後輩とちょっと折半で入ってたりとか、はい、それでも4万円じゃないですか。そうですね、あっという間にな、余裕がないです。なるほど。部屋代に取られて、もう固定費がどうしてもかかりますもんね。で、あのビザもね、ちゃんとしたの昔なんでなかったんですけど、うん、だから一応出た感じになるようにじゃないですけど、出るために、はい、まあ、モナコ行ったりとか、うんうん、まあ、フランスちょっと行ったりとかっていうのはなんか何度かあるんですけどね、はい、その時にちょっとまあ電車代で使ったぐらいで、うん、なるほど、ほぼほぼね、お金がないんですよ。なるほど。今の人たちはみんなね、すごくいい給料もらってやってる、はい、毎週ね、日曜日はどっか食事行ってるなんてあるんで、うん、僕らの時代はもうそんな、はい、日々生活するので精一杯だった。精一杯で、じゃあ最後もう帰国っていう時もちょっと旅行するとかも特に当時はなく、もう本当に成田着いたら僕は1万円しか持ってない。あ1万円だけ残しておきました、交通費だと。でもあれですね、東京で部屋があるわけじゃないですもんね。その時はもう直行で平田さんとこに、うん、あとりあえずお店にご挨拶行って、はいはい、それから3ヶ月ほどちょっと、まあ、働けっていう話に、まあ、うん、なるほど。当時平田っていうお店でね、口が平田さんでは、その帰ってこられてしばらくいらっしゃるわけじゃなくて3ヶ月間だけだったんですか最初。もうちょっといたかな、もうちょっと3ヶ月、もうちょっといたかもしれない。3ヶ月は居候でいさせてもらって、はい、まあ、部屋を借りたんです、その後、うんうん、なるほど。夜な夜なちょっとまたバイトもしつつ。ああそうなんですね。お金なかったんでね、はい、でとりあえず働く時に、まあ、とりあえず家で居候しろってことで平さん家に3ヶ月居候です。すごい。じゃあもう本当に師匠と弟子じゃないですけれども、ああもうもうこんな生活を、はい、お世話になりました本当に。こう当時まだあの学校出られて間もないっていうわけではないですけど、すごく若い石川さんがこう平田さんから教わったことと、こう3年間シチリアを中心としたこうイタリア修行を経て帰ってこられてからこう平田さんから受け取った言葉ってあると思うんですけれども、なんかこう受け止め方とかって変わったりしましたか。受け止め方というより、まあその仕事に取り組む姿勢っていうのは、うん、変わらないですよね。うん、それはやっぱりやっぱ繁盛店を経営されてた方なんで、うん、まあ、繁盛店 なぜに繁盛店になるのかなっていう、うん、やっぱそのそういうやっぱ働く姿勢、はい、うん、それっていうのはあやっててよかったなっていうのは。なるほど。いまだにもううちのお店もそうですけど、はい、鍋はすごいよく、うん、汚い鍋をなんか飾っ吊るしてるわけじゃないですか、はい、で見えるわけじゃないですか、うん、でまあ、お客さんもこう見た時にいつもお鍋きれいよねって言うと、うん、きれいなお店ってやっぱ、うん、多分おいしいんだろう、もうそこからもうこうおいしいんだろうなっていう発想がもうすぐ出るじゃないですか、はい、汚いとなんかもう、なんかもう大丈夫かなっていう、うん、もうそういうところもあると思うんですよ。なるほど。じゃあそのこうイタリア修行もされましたけれども、やはりこの根本ですごく大事にされてたのはその道具を大事にする、お客様第一であるっていう考え方を徹底した働き方が、うん、やっぱり帰ってきてからも、ね、まあ、間違ってなかった。未だにそれはもう変わらない。